うわ見たことあるぞ、これいいんすか、インスタでしか見たことない、すげえ。乾杯。乾杯、いただきます。空気に触れることによって、ほどけてですね、解放してあげるんだ。アルフィーチャンネル、そろそろワインを学んでもいいんじゃないのかということでそうですね、そろそろ学んでいい頃だと思いますね我々はこれまで惰性でワインを飲んできたんじゃないんだろうかと、全く知らないまま、ちょっとかっこいいなと思って飲んでるだけです僕は。本当になんかやっぱり世の中にはワインを飲む所作だったり、はい、あとはこの解禁日だったり、うんうん、なんかそういうざっくりしたものは知ってるんですけども、じゃあその深淵まで我々知ってるかというと知らないんですね。確かに入り方独特だなよ、ワインを学ぶことでよりなんかこの人生の深みを味わうことができるんじゃないのかなということで、うん、今回は、ワインのスペシャリストでございます、はい、別所さんに、お話を伺おうと、こちらお店の方お邪魔しております。お願いいたします。お願いします、別所さん、よろしくお願いします。お願いします。別所と申します。お店の名前はラカンティーナ別所という、ラカンティーナ別所、はい、ちょっとカッコつけた名前で。カッコつけてますね、はい、意味がわからないですね。わかるラカンティーナって何ですか。ラカンティーナという名前、はい、まあ、クラっていう意味ですね。あのかっこいい、はい、友達のイタリア人につけてます。あ、そうなんですか。本当は自分でつけたんじゃないそんなあれがないちょっといいですか、まま、乾杯から、はい、まず乾杯。あー、気だな、ちょっと酒かしい人、変な人多いな。いやいやいや、ちょっと待ってよ。えウイスキーの、アユがクルージングするときに用意するやつじゃん。うわ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 、すごいすごい。うわ、見たことあるぞ、これいいんすか。インスタでしか見たことない。すげえ。ここはまあ白そう、めでたいということで泡で乾杯。泡で、泡で、なんていう、これはねシャンパーニュですね。シャンパーニュ、フランスの、はいはい、シャンパーニュチューラで作られているスパークリングワイン、まあ一番世界で有名な、はい、まあスパークリングワインですね、シャンパーニュ。いやー、何のお祝いですかこれ特に、ね、すいません、すいません、いいんですか。何にも成し遂げてないよ。これから成し遂げていただく。ああ、すいません、出世払いで。出世払いで。すいません。そうするまで。ただ飲みだけは得意ですから。本当に。いやー、あらららら。美しい。綺麗だな。早めに咲いた桜の花だ。本当ですね。ね。上手な。ちょっとお花見代わりで。春の、はい、お父さん。はい。じゃあ。乾杯。乾杯。いただきます。うん。ちょっと火が甘いですね。いや、うまいです。キリしてる。うん。スパークリングワインっていうのは、もともとはだからいい、スティルワイン。スティルワインっていうのは、はい、泡のないワインに、酵母をつけて瓶の中、まあ、これの場合は、うん、みんな二次発酵って言って、はい、泡を一回作れたワインから、はい、そこに酵母をつけてずっと寝かしておくわけですよ。そうするとこの中で二次発酵って、はい、まあすごい伝統的な製法なんですけど、はい、混ぜていいんですか、シャンパンも。そうやって全然大丈夫です。あ、そうですか。そうなんですか。シャンパンをこうすることによって何かあるんですか、効果が。空気に触れることによって、うん、やっぱりその閉じてたものがやっぱこう瓶にこう詰まってるじゃないですか、はい、そうするとやっぱほどけてくるんですよね。はぁ、じゃあ解放してあげるんだ。うまい。うん、酒井さん、うん、こちらに回してるじゃないですか、うん、こちらに回してください、内回し、はぁ、反時計回り。なぜ、なぜですか。外回しに回すと、うん、例えば相手にこうかかって、あー、素敵な素敵な商品。そうそう、要はマッチョマナーやん。なるほど。あ、そっか、こう回すとそっち飛んじゃうけど、こう回せば打ち回しになると結局自分にかかっても自分にかかる、うん、はい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 。だから基本やっぱ打ち回しなんですよ。は、まあ、左だったら、まあ、逆になるんですか。へえ。
だそれだけ見ててもあこの人はワイン詳しいなって。なるほどね。なるほど、すごいうまい。しかしうまいうまい、めちゃくちゃうまい、うん、シャンパンだからベロベロになってる時に飲むじゃん、はい、そうですね、こっちもわけわかんない時に、うん、よくないんだよね、うん、あの飲み方は。本当はね、こういう上品な所作もありながら飲むものなんですよね、きっと。パッパラパーの飲み方、一番良くない、あんなのは。あ、僕、1964年生まれなの。はいはい、はい、あら、最初の東京オリンピック。そうだ、あ目の前でじゃあ。ガチバブルなんですよ。そうか。ガチバ、本当に。パッパから飲み会したでしょう、じゃあ。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ。もうそういう飲み方もめちゃくちゃ大学飲みさんだったんですよ。もう飲み沢の走りですよね、じゃあ。そうですよね、めっちゃ飲み沢の走りなんですよ、うん、もう本当にで、インカレみたいな。一番ダメなのを作った世代ですよね。そうです、今こう脈々と受け継がれるあんたらのせいで今も大学が乱れてしょうがない。よくないんだから、本当に良くないですよ。ワインって、はい、あの何が一番の魅力みたいなのっていうふうになると、もともとやっぱ世界で一番、そうですね、この世に生まれた一番最初のお酒なので。はい、なるほど。いわゆるブドウ酒と呼ばれるもの。そうです、はいはいはい、で、まあ、いろんなこの間それこそメジャーの田中屋さんとかでウイスキーの、はいはいはい、この間 YouTube で見させていただいたんですけど、はいはいはい、まあ、ウイスキーだ、まあ、日本酒だったら日本酒だとか、うん、焼酎、ビールとか、まあ、いろんなカテゴリーのお酒が多分よく飲まれる、はいはい、そういうものがあると思うんですけど、うん、ワインに関して言うと、ワインは唯一水を使わないお酒なんですよ。はあ。これ発祥はどこなんですか、国は。発祥っていうか、もともとやっぱその味噌、文明が栄えたところで、はい、濃厚があって、で、なんでその まあ、できたのか、偶然の産物ですね、はあはあはあ、要するに果物なんかもともとはないですから、うん、もうそこそ麦だ、米だとかそういうものから始まって、うん、濃厚が始まった時に果物ができて、うん、まあ、ブドウとかもできたんですよね、はい、その時に。で、そのブドウがたまたまこうポチャンとなんか、まあ、落ちちゃったと。で、落ちてなんかこんな落ちてて、ね、なんかそのままほっぱらかしてたら、うん、なんかこうね、なんかちょっといい香りするけどって言って、うん、こうやって飲んでみたら、あ、なんかいい気持ちになっちゃったみたいな、まあ、そんなのがまあ元々の始まりですよ。結構だって宗教儀式でもね、ワインは使われたりとか、もうそれだって、ね、ね、まあ、今西暦ですね、なんか話したら、まあ2023年ですか、はいはいはい、でキリスト教の最後の晩餐で、はいはいはい、パンは自分の肉で、はいはい、ワイン、まあ、赤ワインだったんですけど、はい、赤ワインは私の血だって言って、うん、みんなに13人の使徒に、はいはいはい、振る舞ったっていう言われがあるので、生産式、はい、そういう時なんですよね。ちょっともっぱい飲みたいですそうな気がする。へぇをさ、へぇを挟めへぇ3回挟んでから賢くないかな。僕ね、西川美濃子さんの飲み友達で、あの人白しか飲まないんですよ。うん、お店行ってもね、辛めの白と氷を大量にちょうだいって、氷ここまで入れて白をドボドボって、それしか飲まないんですけど、その氷の飲み方ってどうなんですか。氷っていうか、ね、やっぱ、まあ、そういうの入れちゃいけないとか、うんうん、まあ、そういうようなことを結構よく言われる人がいますけど、別に所詮お酒なので、うんうんうん、その人が飲みたい飲み方で飲むのが別に僕はいいと思うんですよね。なんかそういうもんじゃなくて、うんうん、いやそれおかしいよって、うんうん、っていうようなことでもないです、まあ、確かに、なんかまあちょっと格式高いものって日本人が勝手に決めつけちゃってるようなところはね、まあまあ日本人だけじゃないですけど、でもよく有名な世界でチャンピオンになったソムリエとかで、はい、そのフランス人の人ですけど、うん、自分がすごいお酒に弱くて、うん、だからそのやっぱでもテイスティングをしなきゃいけないとか、はい、でも飲めないから、うん、水で薄めて飲んでたんですって。ワインあんま薄めて飲む人はほとんどいらっしゃらないじゃないですか、うんうんうん、いらっしゃらないけど、でもやっぱいいワインっていうのは水で薄めてもなんか味がちゃんと取れるっていう、うんうん、マジっすか。でもそれ世界チャンピオンです。世界チャンピオン。じゃあ西川美奈子はソムリエの世界チャンピオンと同じなんですか。確かに、まあ、それは違う。それはちょっと違いますけど、平子ちゃんチェイサーよ。飲み比べていただきたいんで。ああ、はい、いただきます。
はい、あ、3つの高橋さん、インカレの飲ませ方じゃないちょっとやめてくださいよ、一人3つの早くん時思い出させて怖い怖いどういうことじゃん、明日の朝ガバガバになってたらやつよ明日の仕事はちょっと僕はわからない僕も仕事なんだよなんだちょっと、はい、違う、3つをちょっと先に入れさせていただきますね、そう、白だちょっと少しずつ、はい、はい、おえ色全然違う、本当だ、違うクリアだな、全部違う色が本当だ、どっから飲めばいいですかこれ、ね、はい、左から飲んでもらったんですか、こっちからうん、うん、あ、僕好きですねこれ、本当ですか、うんうん、美味しい、このイメージを、はいはいはい、はい、で、うん、次のワイン、あ、でもなんかすっきりしてるイメージだな、うん、こうやってると香りが立つのでしかも、ああ、そうするとこうすごく、あ、え、全然違う。なんだこれ。もう全然違う。めちゃくちゃいい香りする。何これ。全然違う。ああ。さっきよりか全然なってない。ああ、全然違う。これはまたこれで違う。うん。あれ。なんだ。え、さっきのまだいっぱいあるので大丈夫ですよ、そんな慌てない、あ、三つ目もちゃんと、なにこれ、酸味が、うん、あ、そうですね、一杯目は酸味が、うん、うん、なんかバニラみたいな甘い香りする、なんかまろやかや、うん、3本目で3、あ、これも違うわ、全然香りが、あ、どうですか、もう本当に違いがもう明らかだと思うんですよ、うんうん、この3つ飲んだら好みがなんとなく分かりますね、うん、まあ、ブドウの品種をじゃあ、はい、言いますけど、はい、一番左、はい、一番最初に飲んでいただいたのは、うん、ソービニョンブランという品種です、うん、はい、で、2番目に飲んでいただいたのは、ゲブルストラミネールという、まあ、トラミネールぐらい、ゲブルストラミネール、はい、で、一番右がシャルドネ、あ、シャルドネ、はい、はい、というブドウなんですけど、ソービニョンブランはどっちかっていうとやっぱそのすごいフレッシュさを、うん、そうでしたね、でちょっとあのハーブっていうか青い香りがするから、はいはいはい、すごいグース系な香りがあるんですけど、うん、でもこれはこれでやっぱりすごくなんか、うん、特徴的で、はいはい、なんかそれこそピクニックとか、まあ、あのとかね、行った時とかなんか、はい、なんかソービニョンブランとか飲んだら外でなんか火とか飲んだらめっちゃ、うん、おピクニック、ピクニックみたいな、ほらお花見とか、はあ、なんかこういう時になんか外で、お花見のことピクニックって呼んでるんですか、それ外で飲んだらとか例えばすっごくねやだな飲んじゃうよでも割となんか僕とかも飲んだことあるように近い味でした、これはなんか白身魚とか飲むときに、うんうん、食べてるときに一緒に飲むような、なんかいろんな料理にもなんか合いやすそうな、うん、一番なんかそう、うんうんうん、食事が欲しくなるよ、ああ、うん、そうですね、はい、はい、で真ん中はだけだちょっと下かみそうなゲベルストラミネール、はい、どこゲブルストラミネール、これはあのイタリアですけど、イタリアのフランスのアルザスとかいろんな他の国でも作ってます、うん、ただゲブルストラミネールは世界一香りのいいブドウっていう、うん、いや香りはすごいですね、だからこれはなんかバラとか、うんうん、ライチとかなんかちょっとそういうエスニックな感じの香り、うん、飲んだ時鼻抜けが一番なんか香りがね、やっぱ香りがいいって言われてるブドウなんですけど、確かに、いや、うん、これ好きだ、面白い、うん、俺香りでワイン飲んでんのか、じゃあ、まあ、これ辛口には仕上げてるんですけど、うん、あのもちろん元々のあ聞いてなかったです、香りでワインね、僕は香りでワインを飲んでる、今気づいたよ聞き残してた、ごめんねごめんごめん、全部それがいいとこ聞き逃す、全部聞き逃すじゃないですか、ほんと聞き逃す、僕が何か喋ったら一回止まってくださいすいません、ほんとすいません、へえ、でこれ右のやつは何なんですか、
あ、右がシャルドネです。あ、はい、いわゆる今左とか右の、うん、あ、真ん中か、うん、真ん中のものっていうのは、うん、あのよくねアロマティック品種っていうんですよ。おー、あのそのアロマティック、はい、香りがすごくいい、はい、なるほど、いいブドウ。今単純にワインだけ飲んでるので、はい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 、いいですけど、うん、はい、食事だとたまにちょっとツーマッチと感じる人もいます。あ、なるほどなるほど、はいはい、ただまあどっちかというとなんかあの今で言うとアジアン料理みたいな感じのあの料理とかだったら多分すごく合う。エスニック料理ですね、はい、エスニック系の料理なんかにはもうゲベストラーミネなんかも最高じゃないですか、ね、へー、シャルドネも師匠さん来るかな言うかないつの間にかゲデル何とかになってたからシャルドネ、シャルドネの話でシャルドネって日本でもちょっと流行りましたよね時期的にね、ちょっとなんか飲みやすいっていうかね、ごしがれる。そこからシャルドネですよね。シャルドネはやっぱりね、うん、白ワインの王様なんですよ。やっぱりそういう意味では。うん、ただシャルドネって、うん、要するにアロマティックな品種じゃないんですよ。うん、香りはあんま持たない。だけどじゃあなんでシャルドネって白ワインの王様の確かに話にもなるんですけど、シャルドネにも香りがもちろんこうやって嗅いだら、あ、これ一番この香りいいねって、はい、多分酒井さんは言ってくれてる気がするんだけど、あれはシャルドネの香りじゃないですよ。おお、あれね、樽の香りなんですよ。へえ、そうなんすか。はい、はあ、じゃあウイスキーと一緒なんだ。これはだから樽熟成なんですけど、だから樽との相性がいい、一番いいブドウが、うん、白、あのシャルドネって言われてるんですよ。だちょっとなんか軽くスモーキーな、うんうんうん、そうなんですね、うん、シャルドネの味わいっていうよりかは、うん、やっぱそう樽熟成したあの 味わいっていうか、うん、そうなんですよ。面白い。あ、全然違 う飲み比べると分かりますね、こうやって、うん、全然違うわ、うん、まあ、ただあのウイスキーほどさっきのアルコール度数も高くないので、味わい的にはもっと繊細なものなので、うん、あの度数がだから全然低いですから、うん、蒸留酒に比べて、うんうん、なのであのあんまりやっぱ樽をの味をつけすぎちゃうと、うん、もう樽の味しかしない、うん、フルーツの味に固まっちゃうので、うん、難しいな。そう、出ちゃうんだ。だからその樽のかけ方がすごく難しいです。うん、これでも飲んだことない2番目。うん、確かにこれ独特、ね、すんごい独特だった。ファナティッククライシスでしょ。だから本当にバイカーとかでこう飲んでたりとかすると懐かしいな。ファナティッククライシス、何でしたっけ、ブドウ、何番目、ゲブルストラミネール、あ、ゲビレストラミネール、ゲブルストラミネール、ゲブルストラミネールありますかって言ったら出てきますかね、トラミネールの、トラミネール、これでもじゃあワインリスト見てトラミネール系好きなんだよなとかって、あれちょっととんでもない客来ちゃったなってなります。あ、ね、まあなりますね。なるっていうか、まあどうだろうな。それトラミネール置いてますか。トラミネール、あ、でも知ってるなと思われる。あ、ちょっとアロマティックな品種が好きでなんて言ったら、あ、こいつやんなみたいな。女の子にはトラミネール飲んでみる。あ、でも、ね、女性受けはすると思う。あ、はい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 、あ、確かに、あのワインがちょっと苦手みたいな感じの人とかにも、うん、結構いいと思いますね。でよりもっとなんか甘みの強い、あ、アルザスのゲベルストラミネールのさっきフランスのアルザス産地にもやったんですけど、はもっとなんかそういうアロマティック感がすっごい、もっとすごい強くあるので、ある意味インパクトがすごいあります、インパクト重視。もうそれも飲んでみたいね。アルザスのトラミネって置いてないですかね。ここで練習しないでください。シゲの考えいや、ヒラメうまいならちょっと話したいな。いや、うまい。Where are you from? From Korea. Korea? Oh! 乾杯！乾杯！乾杯！あー、ありがとうございます。ありがとう。さて、待って待って待って。Wow! Gold Rex! チャンネル登録よろしくね。